はい、レオンです。今回ニュークタウン24分7でチームデスマッチですね。で、引き続き山根須田のクラスで M16 マグナムでパークグリード2パーク6つのクラスで頑張ってみたいと思います。ダブル武器 XP もうなくなるね。もうなくなってると思いますよ。今回 M16 M16 も使うんだけど、結構アタッチメント解除してるから、さっきのダブル武器 XP トークンで、はい、ダブルドライ。周りはすべて敵と思え。あお。これ試合中にも使えたらいいですけどね。ダブル武器 XP トークンっていうの。で、さっきね、6つぐらい解除したから、5つか6つぐらい。5つかな。だから試合中にもこれ編集できるから、アタッチメント解除した方がいいんです。解除したアタッチメントすぐつけた方が本当にいいんだけどね。ダブルできないだろうな。開いたのか、上に。成績がな、だいぶ負けてんですね。ずっと上にいるね、こいつ。ちょっとやっつけてこよう。やったのかも。あ、やったのか。はい、いるな。どこにいますかな。来ないっすね。これなんだ。ああ、あれか。敵の偵察機が接近。ここにいねえか。念のため投げとこう。はい、いねえか。後ろ怖いっすね。後ろ来そうだな。大丈夫か。突れ持ったわ、金ら。敵の偵察機が接近。後ろだな。リスポーンが入るな。よしよし。あいつ、あの女め、ずっと中に盛り上がってよ。こいつよ。スティングいいね、やっぱり。久しぶり使うんだけど。開いたか。今度こいつにやられたな。上に投げて。アサルトパック、行きますね。よし、迷彩解除した。またこれ上にいねえか。違うか。はっ。あれ、ここにまたいるな。あの中にまだいるな。おい、味方だ。とつっとらんのよ、こいつらが。ずっとのジリスにいるんすわ。あ、ガスマインだな。破壊しよう。破壊できんのか、これ。ここにいるんじゃないか。
敵の RCXD を検知した。入った、とっつってないからね。あぶ、よし、で、どうなってるか。敵のナパーム爆撃が来るぞ。ナパームか。あの女め、ずっと中に持ってよ。あ、来てるぞ。こいつよ、やったぜ。あ、ナイフあげるわ。ちょっと負けてんな。面白いよね。はい、赤点が今映ってたな。あ、ここか。あ、どんだ。巡航ミサイルが接近。行って。あの女ずっと中にいるぞ。ふざけんなよ、本当に。上空に敵の偵察機。巡航ミサイルが接近。こっから来るかな。顔出すか。よし、あ、尻見上げ食らったわ。許さんぞこいつ。センサーマイカ、無駄無駄無駄。リスポーンしてるだろこれ。で上に、あ、ここにいる。よしよし、アサルトパックやっとけばよかった。セントリーかますか。セントリーやっつけろ。セントリーの置き場所が悪いのかな。ケアパケいけるな。敵ですよ。お前なんか負けたまっかこの野郎。エンジニア組み合わせてるからさ、もう終わりだな。20キルか、ちょっと、あ、もうちょっと早く回したかったけど、ウォーマシンまで回せねえか。あ、セントリーだ、またセントリーいける。ダブルセントリーで、これいねえかな。ここいいっすよ。こんなやめ。あ、超えるぞこれ。はい。ああ、いたら。あの女め、ずっと中に持ってよ。近接やってんのか、これ。よしよし。ダブルブック XP やればよかったかな。報告、ナパーム爆撃が接近。お、強えな、やっぱりこれ。あ、この女が出してるわ。このままではダメだ。こんにゃらめ、ほんとに。あらら、あ、近接ね。近接多いんすよ、やってる人。戦域内に敵のセントリーターレットを検知。あいつもセントリー出してるのか。負けてんのか。戦闘開始。面白かったよ、でも。敵さんがもうちょっと前に出てくるんだよね。俺じゃないこれ。あ、ちゃう。敵か。あ、俺じゃない、やられてる。オペレーター、俺、女性の、あの、やってるんだけど、たまにこの男性のになる場合もあるな。面白かった。やっぱ地図が面白いね。結構レベル上がってね。お、結構解除してるな。
あ、迷彩も解除しています。26キロ前悪くはないですね。 OK ですね。慌ってるんだあれ。これはもうちょい通るな。キングスレイヤー終わってるね。いつの間にか。こんだけか。バックファイヤー難しいんだよね、意外と。ウォーマシンがまだいか、回せんかったからね。これあと11キロで終わりだな。で、M16 が結構解除してね。あ、そっか、試合中に、これ、前作の M、モダンウォーフェアからかな。これこのシステムはモダンウォーフェアとほぼ一緒みたいなんで、武器設計図のやつね。で、試合中にも編集でいろいろ変えられるんですよ。武器のアタッチメントとかいろいろこういったタクティカル、リーサル、フィールドアップグレード、パークとかワイルドカードなんかも変えられるんでね。ワイルドカードも変えられると思うんだけど、だからアタッチメント解除したら即ね、アタッチメント付け替えたり新しく付けたりできてるからね、ついつい忘れちゃうね。スピードテープスか、グリッドにダクトテープを置くことで摩擦を増加させエイム速度向上、ストックタクティカルストックですね、ポリステル製チークパッド、エイム時の移動速度向上。さっきダブル武器 XP 試合終わって解除したんだけど、ちょっと説明あんまり読まなかったからね。これ読んでる間にダブル武器 XP トークン のカウントダウンが進むんでちょっと読まなかったんだけど、今回ちょっと読むか。コブラレッドドット、ソ連製の 1.75 倍率レッドドットサイト、光るエンポイントにより補足能力が向上。で、マズルもね、解除したから、マズルブレーキ 5.56、リバースペイントがガスをこう、あ、これ、さっき解除したのか。バレル 16.3、ラピッドファイヤー、改良型のガスブロックがついたスチールバレル、連射速度が向上。あ、これも解除してて、さっき、ステディエイムレーザー、防塵性のダイオードレーザー、腰打ちの命中率が向上、アンダーバレル、フロントグリップ、ポリマー製フォアグリップ、反動制御が向上。で、マガジン、45ラウンド、拡張マガジン、弾薬を45発転送可能。ハンドル、スピードテープ、これさっき読んだかな。グリップにダクトテープを、巻くことで摩擦を増加させ、エイム速度が向上。ということでね。マグナムまた使わなかったな。忘れてたね。はい、以上にしたいと思います。今回ね、この、ヤマネスザのクラスで M16 にでマグナムでタクティカルはスティムショット、リーサルはセムテックス、フィールドアップグレードアサルトパックで、パークはパーク1エンジニア、タクティカルマスク2、パーク2スカベンジャーリストック、スカベンジャーリストックで、パーク3がコールドブラッド忍者で、ワイルドカードはパークグリード2、スコアストリック構成がセントリーターレット、ケアパッケージ、ウォーマシーンというカスタムで、ニュークタウン24分の7で、チームデスマッチやっていきました。あと、よろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。